皆さん、はじめまして。先端恐怖症と申します。今回は、初心者が使うべきおすすめキャラ。最初はこのレジェンドを使おうということで、初心者の方にですね、おすすめのキャラをご紹介しようと思います。結構ね、何のキャラ使った方がいいのって一緒にやる人とか、聞かれたりとか、あとは視聴者さんに聞かれたりするんですけど、正直、今の、2020年6月、10日の時点での環境って結構、キャラ的には結構厳しくて、このキャラおすすめだよって、パッて言えるキャラがなかなかないんですよね。結構やってる方だったらわかると思うんですけど、このキャラ使っときゃいいよ、みたいなのがなかなかなくて、そんな中でちょっと考えたんですけど、一番最初に使うべきキャラは、この焼きそばパンですかね。バンガロール。焼きそばパンちゃんをね、使うべきだと思います。理由としては、駆け足。これは、被弾すると、走ってる最中に被弾すると、移動速度が、ちょっとだけ向上するということで。基本的に、アイペックスって逃げるっていうのがめちゃくちゃ大事なんですけど、何も考えずに、足が速くなるので、最初使いやすいかな、というところ。それから、スモーク。これも、基本的には、後で説明するんですけど、相手の方に適当にポンって打ってれば、それだけでも、役に立ちますし、あと足元に、焚くだけで、逃げるにも、のにも、使えますと。で、あと、このウルトもね、強いので、やりか、あの、やるべきことが、わかりやすいですよね。レイスとかだと、ポータルをどっからどこに引くべきかとか、ワトソンだったらね、フェンスをどこに張るべきかとか、クリプトだったらどのタイミングでウルトを打つべきかみたいなのがあるんですけど、バンガローラはもう自己中に動けるので、一番最初はおすすめかなっていうふうに思います。パッシブの駆け足に関しては説明はいらないかなと思いますね。もう打たれたら足が速くなると。進めていくとね、それが邪魔になったりします、正直。正直足が速くなりすぎてエイムがブレたりするんですけど、最初のうちは当てることよりも当たらないこと。が大事なんですね。他の動画でもご紹介しようと思うんですけど、このゲームって、当てることよりも当たらないこと、被弾しないことっていうのがめちゃくちゃ大事なので、一番最初使うべきキャラはバンガロールかなっていうふうに思います。それから、次、木の説明なんですけど、足元に、PBG とかもう足元に打ってたら、スモークの中に隠れられるだけでも、十分強いんですけど、このゲームあんま木が強くなくて、わかりやすいところで言うと、見えるんですよね、これ。木の中が。こういう風に。赤色で表示されるこのサイトがあるので、こちらだ。このサイト、金サイトがあるので、弱い。弱くはないですけど、あんま強くないんですよね、木が。で、かつ、自分のところに耐えちゃうと、相手視点、この金サイト使えちゃうんですよね。自分は、目の前がちょっと見づらい。し、動きづらい。し、状況がわからない。っていう状況。で、相手からは、もうこの木の中に確実にいて、で、かつ、この金サイトを使えるっていう状態が出来上がってしまうので、基本的には足元に立たない方がいいです。なので、できれば敵の方に。で、これ見たらわかるんですけど、結構こう影とかが、落ちたりするんで、この気にされてなくても結構見えたりするんですよね。基本的には足元に立たない。相手側に基本的には立く。で、逃げるときとか、やばいやばいって逃げるときとかはもう足元に適当に耐えちゃうと、これが障害物みたいな感じで、目くらましになるんで、逃げるときぐらいですかね。逃げるときと、蘇生するときぐらいですかね。詳しいのはまた別動画作ろうかなと思うんですけど。はい、そんな感じですね。で、次、ウルトですね。結構、相手に当てようとして、こう投げちゃう人がいるんですけど、これしちゃうと、わかりますかね？投げた地点から、奥側に、ウルトがたかれるので、ちょっと前に行ったら、避けるんですよね。簡単に。このウルト自体結構避けやすいんですけど、このウルトは、着地した地点。この軌道の着地した地点から奥に、ミサイルが飛んでいくので、
なので、敵側に投げようとするんだったら、敵の方に投げるんじゃなくて、敵の方向の自分の足元に投げるようにしましょう。まあ、これを覚えてるだけで、ほら。敵視点避けづらいですよね。前に行ってもミサイルあるし、横に行ってもミサイルあるしっていう感じになるので、それだけ覚えておくといいかなっていうふうに思います。あと、今食らいましたけど、自爆もするのでね、そこも気をつけましょう。味方には当たり判定はありませんが、スタンがね、入りますのでご注意ください。で、次に、バンガロールは、ある程度行くと、まあ、バンガロール自体は弱くはないんですけど、他に、それよりも強いキャラっていうのがいます。具体的に言うと、レイス、パスファインダー、ライフライン、ジブラルタル、クリプト、ワットソン、コースティック、この辺ですかね。が、バンガロールよりも強いキャラっていう風になってきます。なので、一番最初はバンガロールで、まあ、ルールとか覚えたい人とか、あとは、まあ、頑張って生き残って、1キルとかできなくても、チャンピオン取りたい。あるいは、1キルだけでも狙いたい。みたいな人とかは、バンガロールを使うべきなんですけど、まあ、バンガロールはね、ある程度使いこなせたら、割と卒業すべきキャラなのかなっていうふうにも思います。で、その次に使うべきキャラなんですけど、個人的には、レイスですね。はい。パッシブ、まあ、基礎能力ですね。基礎能力は、狙われてたらは、あなた狙われてるわよ、みたいな感じで教えてくれるというのが、まあ、パッシブですね。で、それから、無敵ですね。完全に無敵状態になる。それからポータル、ウルトポータルですね。で、まあ、このキャラって、まあ、一番強いんですよね。このエイペックスのキャラで、大会とか見てる人とか、あとはランクマッチ行った人とかは絶対わかると思うんですけど、レイスは絶対いなきゃいけないんですよね、このキャラ。どのパーティーにも必ず含まれる。まあ、エイペックスの最強キャラなんですね。で、何が最強かって言ったら、無敵なんですよ。結構ね、他のゲームでも無敵っていう能力あるんですけど、無敵って一番強いんですよ。全部の中で。無敵が何で強いかっていうと、まあ、相手の攻撃を無条件で避けれると。まあ、例えば、こう敵が、ま、6人いる状態でも、乗り切れるんですよ。それだけでもかなり強いし、時間も稼げるんですよね。この虚空がもうとにかく強いですね。はい。で、なんでそんなめちゃくちゃ強いキャラを、初心者の人が使うべきかっていうと、まあ、まず第一は、まあ、強いからですね。単純に。強いので、積極的に使うべきなんですよね。他の人が使ってなかったら使うべきっていうのがまず1点。で、それから、先ほども言った通り、どのパーティーにも含まれるってことは敵も使ってくるんですよね。し、他のキャラ使ってたら味方も使うんですよね。なんかこのキャラ中心で全パーティー動いていくので、まあ、このレイスの理解を深めることが、Apex Legends っていうゲーム、の理解にもつながるので、このゲームをやっていく上では、レイスっていうのは必ず、どこかで使わなきゃいけないキャラです。結構難しいとは思うんですけど、まあ、それでも、最初のうちは頑張って使ってみるといいと思います。で、じゃあなんでそんなめちゃくちゃこの強いキャラを自分が使わなきゃいけないの？一番強い人が使うべきじゃん？思う人もいると思うんですけど、最初のうちはですね、一番強いキャラを初心者の人に、味方視点使ってほしい。まあ、人にもよるかもしれないですけど、使ってほしいんですよね。生き残ってほしいんです。まあ、例えば、いや、私はヒール役。最初はヒール役で、みんなのサポートをしたいって。ライフライン結構使う人多いんですけど、とか、まあ、ジブラルタルとか。ワットソンとか使う人多いんですけど、このキャラって、ヒール確かに強い。このキャラの僕の評価っていうのはめちゃくちゃ高いんですけど、逃げスキルが何にもないんですよね。逃げれない。生き残れないんですよね、このキャラって。ってことはめちゃくちゃ難しいんですよ。だから、まあ、最初のうちは、まあ、結構こう考え方いろいろあるんですけど、まあ、最初のうちは、逃げれないキャラを、初心者の人に使ってほしくない。できれば、逃げれるキャラで最大限生き残ってほしい。ちょっと、まあ、ひどい言い方をすると、どんだけ、まあ、弱くても、
生き残ることに意味があるんですよ。あの、三人の状態、敵視点三人の状態と二人の状態って全然違うんですよ。三人と二人は大きく違う。どれだけ弱くても三人と二人の違いって大きくて、っていう状況の中だったら、ぜひこの一番強いレイスを使って逃げてほしいんですよ。まあ、このキャラの、一番、いいところは、撃ちます、撃たれました、あ、やばいって思ったら、もう虚空吐けばいいんですよ。やばいって思った瞬間に、透明になればいい。まあ、それだけなんですよね。例えば、まあ、パスファインダーとかも逃げキャラなんですけど、パスファインダーの場合、この大ジャンプを駆使しなきゃいけない。ですよね。で、しかもクールタイム、まあ、今金メッタつけてるんでちょっと早いんですけど、クールタイムも35秒あるし、このグラップルのジャンプミスったら35秒間逃げれないんですよ。でも、レイスは、まあ、どこをどう間違えても必ずこの無敵時間逃げれるので、この時間稼げるので、まあ、脳死で使えるっていう点で、レイスぜひ使ってほしいところですね。使って生き残ってください。やばいと思ったら虚空吐けばいいです。逃げる方向とかは、まあ、ちょっとずつ覚えていけばいいかなっていうふうに思います。はい。で、レイスを、初心者の人が使うってなった時に、一番嫌だなって思うのが多分このポータルなんですよね。ポータルの、ポータル吐いてって言ったら、どこからどこに吐けばいいのっていうふうになってパニクっちゃうと思うんですけど、まあそうですね、初心者の人に配慮して、あえて、ちょっとこう極端な言い方すると、ポータルはもうおまけなんで、全然気負わなくていいです。まあ、ポータルがないと積む場面っていうの結構あるんですけど、まあそれはもう、経験で慣れていけばいいので、ポータル例えば、まあクソポータルって言うんですけど、こんなクソポータル入ってもまあ、全然いいです。許容範囲です。ポータルの解説に関してはまた別動画でやろうと思ってて、使い方っていうのが逃げポータル、攻めポータルって、ま、いろいろ、まあ、個人的に名付けてるポータルの種類があって、場面ごとに、これ使い分けるっていうかなり汎用性の高いウルトなんですけど、まあ、それはまた別で解説するんですけど、全然失敗してもいいです。おまけなんで。うん。まあ、逃げれなかったら、ま、舞台がそういう状況に追い込まれたっていうのが悪いので、まあ、バトルはあるあるなんですけど、範囲は、舞台、チーム全員の動きに範囲っていうのはあるので、ポータル失敗したとしても全然問題ないです。なんで、レイスを積極的に使って、まあ考えながら、あのポータルはもっとこうすべきだったなーっていうふうに考えたりとか、まあ、後で、後ほど動画出そうと思うんですけど、まあポータルのやり方っていうのを、まあ動画で、私の動画で学んでいただいて、まあ、どんどんちょっとずつ、いいポータルを履けるようになれれば、それでいいと思うので、まあ、気負わずに、ウルトはおまけ。まあ、メインはもう、濃く、感じですね。です。まあ、突き詰めていくと、最終的にはね、最初は、まあ、レイス全員使うべきっていう話したんですけど、最初は、一番、初心者の人に、レイス使ってほしいんですけど、まあ、後々はですね、まあ、レイスに適性がある人、に使うべき。使ってほしいし、まあ、考え方によるんですけど、まあ、後々は、まあ、一番強い人が使うべきっていう風にな、まあ、状況判断ができたりとか、まあ、オーダーって言うんですけど、まあ、指示とかできる人が、レイス使うべきだったりするんですけど、最初はもう、レイス。まあ、理解がね、結局、このキャラを理解しなきゃいけないっていうのもありますし、積極的に使ってください。私はもう初心者の方と一緒にやるときは、もうレイス使って、お願い、レイス使ってっていう風に言うようにしてます、ね。気負わずに。はい。おさらいすると、まあ、やばいと思ったら、コク吐いて、まあ、ポータルは失敗してもいいよっていう感じですね。で、次におすすめのキャラは、何ですかね。まあ、レイスがある程度使えるようになったら、まあ好きなキャラ使えばいいかなっていうふうにも思ってますね。レイスがもうどうしてもやりたくないとか、バンガロールがどうしてもやりたくないっていう人もいると思うんですけど、まあ、そういう場合はもう好きなキャラ使っていいと思いますね。やっぱり対人ゲームとか、まあ、ゲームのモチベーションっていうのは、やっぱ自分の使ってるキャラっていうのにも関係しますし、使いたくないキャラをやって結局モチベーションが下がっちゃったら意味ないので、はい。ということで、
初心者の方は一番最初はバンガロールでルールを覚えたり、あとは敵に当てる、まあエイペックスの楽しさに触れる、はい、生き残りたいって方は、バンガロールを最初ある程度使って、でできれば早めに卒業してレイスを使えたらいいかなと思います。まあ、その先はもうまた好みかなっていうふうに思います。はい、以上が初心者が、使うべきおすすめキャラとなります。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、コメント、それからツイッターフォロー、チャンネル登録、していただけるとモチベーションにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。それから生配信結構やってるので、ぜひ、覗いていただければ幸いです。 YouTube でやってますんでね、よろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。